ご視聴ありがとうございます。薬科屋の花澤です。今日は妊娠出産に関することをちょっとお話しさせていただきます。気にかけてくださっている方もいらっしゃるようなので、ご報告させていただきます。現在1月11日で予定日は6日だったんですよね。なのでちょっと過ぎちゃってるんですが、心配はないです。病院の方には行きまして、問題があるわけではなくて、予定日っていうのはあくまでも予定なので、1週間とか10日ぐらいは過ぎても生産期って言って、今の私の状態ですとまだこう生まれる兆候がはっきり出てないっていうことで、ただまあ計算部なので経験があるので、予兆がなくてもスイッチが入れば急速にお産が進むっていうこともよくあるそうで、ただまあ2週間過ぎちゃうと、胎盤の機能が落ちてくるっていうことがあるそうなんで、このまま生まれなければ来週に入院して、陣痛の誘発剤などを使って、出産をしましょうということで、段取りは組んであります。予定をちょっとお話しさせていただいて、安全にね出産ができるように、それまでに生まれるようならそれで越したことはないというか、入院する前に自然に生まれるということも十分あり得るということで、どっちの可能性もある状態で今おります。お腹はこんなに大きくなりました。パンパンになってます。そういうわけで、遅くても来週には産みます。出産しましたらちょっとしばらくは多分ちょっと動画の方もねすぐは難しいんじゃないかなと思いますので、それについてもちょっとお伝えしておきます。これちょっと言おうかどうしようか迷ってたことなんですが、知らない方もいらっしゃるかと思うのでちょっとお話しさせていただくんですけど、妊娠初日っていうのは受精日じゃないんですよ。妊娠初日っていうのは月経の最後にあった月経の初日を指すんですね。つまりまだ妊娠してない状態が妊娠の0週0日目になって、生理の2日目3日目からまあに妊娠期間っていう風にカウントされるんですね。それと妊娠期間っていうのが一般に十月十日って言われるので、丸々10ヶ月かかると思ってる方もいるかと思うんですけど、実際には280日なんですね。だからほぼ 9ヶ月なんですね。思うよりも早いんですよ、その感じで計算することになるので。何が言いたいかというと、私が4月に結婚をして1月に予定日っていうことで計算が合わないみたいなことを言う人がまあいたんですよね。実際には結婚してからできました。で別に私はでき婚を悪く思ってないんですけど、悪く言われるようなことがあったので、だらしないとか妊娠で結婚に持ち込んだみたいな、でそういうことをまあ私に限らずそういうふうにこう実際の状況を知らずに悪く思ったり言ったりする人たちがいるっていうことがちょっと気になったので、そういった心ない言葉ですとかイメージを思い込みみたいなことで、まあ、決めつけたりですとか、何もしないのであればどう思っていただいてもねいいとは思うんですけど、まあその妊娠中とかって結構こうデリケートな時期でもありますので、心ない言葉をね言われたりですとか変な風に思われてるっていう風になると結構ストレスになってしまって良くないってこともあるかと思うので、そういう風に誤解する人とかね言う人が一人でも減ってほしいなと思いまして、お伝えすることにしました。こうやってねこう顔を出していろいろ発信していると、
根も葉もないこといろいろと言われることがありまして、まあ、どう思われるかっていうのは全然、まあ、皆さん意見があっていいことですし、しょうがないことなの、悪く思われてもまあしょうがないので、それは構わないんですけど、こう私の家族ですとかね、関係者っていうか関わった人に対して間違ったイメージを持っていたりですとか、事実と異なる、ことを、まあ、言いふらすっていうか、結構名誉毀損をされたので、私だけではなくてその周りの人のことまで貶めるような、言動を、まあ、書き込みというかされてるということがありましたので、残念というか、まあ、納得できないものがあることがありました。まあ、私もね、全くね偏見を持ってないかといえばそんなことはなくて、いろいろ間違ったことをね思い込んでたりとか言ってしまうこともあります。信じる信じないも自由といえば自由なんですけど、ね、嫌な思いをする人が減ってほしいなと思いまして、ちょっとお話しさせていただきました。ちょっとしばらく空いてしまうかもしれませんが、少し落ち着きましたら動画をアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。See you.